どうも NHK はぶっ壊れそうですねいやガーシーがねうんあの NHK の会長を追及するところを国会で見たいですね今立花さんの動画をねまた最新版を見たんですけどもいやこれはね国会がここまで面白くなるかとしかもここまでね駒を詰めるようにあらゆる方向から外堀を埋めていったのは全部これ立花隆さん一人ですよすさまじいですよね NHK に有罪の郵便法の罪を認めさせてそれ他の国会議員誰も気づかなかったわけですよ これは、立花さんだから気づけたとも言えますし、他の国会議員はぼーっとしていてね、どうでもいいこと追求して、それで、のんのんと給料もらってるわけですよ。で、その立場が惜しいから、叩かれないように叩かれないように、ビク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 してるわけなんですよね。で、マスメディアもそういった部分で、えー、癒着してですね、あの、痛いところを探らないような感じをしてるわけですよ。で、なんかね、たまに国会議員がね、辞職とかね、辞意を表明とか言いますけども、結局、なんかの役職を辞めるだけで、国会議員は辞めないわけですよ。美味しい役回りですよね。 うん、今回ねこれは以前堀江さんが逮捕された時とは全く状況違って情報が赤裸々に出てることと今そういったあ放送会にいる方とかね判決をする立場の方っていうのも、まあ、堀江さんの時の議義もあるし裁判官としてそれからもしくはね司法の場の、うん、それから国会議員もそうですけど自分の立場もあるんだけどもでも別で。 矛盾や正義について、かなりね、20年前、30年前と違うような、うん、まあ、バイアスを持ってると思うんですよね。その中で、本当に今までのように行くかなっていうところありますね、うん。なかなか面白いんじゃないですか。ちょっと概要欄にね、動画つけておきますね。26分くらいの動画ですけども、倍速にすると13分くらいです。倍速でも十分聞けますんで、立花隆さんの YouTube チャンネル、ぜひご覧いただきたいと思います。私もちょっとコメントいつも残すんですけども、あのね、 橘孝っていう人間はうん本当私たちロスジェネ世代のね光ですよね本当生き抜いてきてよかったなとで NHK はもういらないですよ NHK だってこの1年私1秒たりとも見てないですよあーでも NHK 教育はいるかうちの息子がね NHK 教育ちょろっと見るんで一緒になって見るんですけどねまあでもあれですね学研があればいいか学研の DVD があれば別に NHK はいらないですね 一切いいらないですね、NSK はついでに言うと民放も別にテレビで放送する必要ないですね全く <laughs> うんなんかそのラジオを聴く人って今ほとんどいなくなったと思いますけどもなくてもいいじゃないですかそれはねテレビも同じような運命をたどるんじゃないかなとだってここで YouTube をはじめとした動画サイトをいっぱい見た方が面白いですからね時代が変わったんですよ馬車は役目を終えて車に変わる車がいずれまた別の モビリティになっていく、まあ、時代の流れですねその時代の流れに流されようと流されまいとしがみついている NHK はじめとしたテレビメディアオールドメディア、うん、最後にね沈みゆくところを潔く覚悟を決めてもらいたいなと思いますねはいじゃあ,あのすいません概要欄から立花隆さんの YouTube チャンネルをご覧くださいではお疲れ様です